今日の文献紹介で、情報におけるベトナム語の処理のというのは文献を紹介します。概要は、言語処理のこの文献は言語処理の基礎の概念とその基準教を紹介します。あとはベトナム語処理の積とそのなんその困難を紹介します。まずはベトナム語に関係の積は、一番のはベトナム語のだいぶソフトです。ユニコードエンコーディングを標準にする。ベトナム、次はベトナム語の印刷分子認識は、ベトナムアカデミー・サイエンス・エンド・テクノロジーの開発した VNDOCR ソフトでした。次は英語とベトナム語の電子辞書とか開発しました。次は言語処理の内容タスクは内容タスクは8やタスクがあります。最初は Speak Recognition。 Speak Recognition は声からステキストのファイルに作成する。次は Speak Synthesis は、テキストファイルから声のファイルを変更するのタスクです。次は Optical Character Recognition は、ベーバーのテキストから、電子のファイルに変更するのタスクです。次は、マシンチェンスレーションは、ある言語から、他の言語に、自動的に翻訳したいのタスクです。次は、テキストバリエーションは、長いテキストから、短くて、このテキストのファイルのメインアイディアをまとめのタスクです。次は、インフォメーションリトリーバーは、Google のみたいの、検査するのタスクです。次は、インフォメーションエクストラクションは、ウェブからとか、本から、テキストファイルからの、情報を抜き出すのタスクです。次は、最後は、Knowledge Discovery and Text Data Mining は、いろいろな、テキストのデータから、知識をもら、あ、抜き出すのタスクです。違う、テキストの処理のレイヤーは、4つ
や、あります。まずはフォトニック and フォトリックエア、次はモーフォロギックレイヤー、モーフォロギックレイヤー、そのモーフォロギックレイヤーの中で特徴があります。一番はワークセグメンテーション、次はボスタッキング、チャンキング and バックスインのタッキングのレイヤーがあります。次はセマンティックレイヤー and クラフマティックレイヤー。ベトナム語のソリの活用の特徴は、Android 13の商品の中枢しているから機械翻訳の商品など、基礎の研究などが少ない、コーバスとかがないので、研究が進まない。ほとんどは、短期の研究とか、修士博士のレベルの研究だけので、長い時間に発信するのはできない。検討とか、知識が不足のことも、みんなの能力が接続と、こういうのはもう不足から、ベトナム語の処理は進まないと思います。まとめ、今後の目標はベトナム語処理の開発、そのため、基礎のツールとかリソースが必要と思います。以上です。ありがとう。